大変換劇的イケボアフター。早速ね、やっていきたいと思いますので、じゃあお題となる映像を見ていきましょう。一つ目がこちらです。すみません、よくわかりません。ジャンルで言ったら十分イケボだと思う。びっくりしたわ、最近のシリーってイケボなんですね。これに対抗するイケボをやれと、そういうことになりますね。1問目これ。マジっすか。じゃあどっちからいきましょうか。これはやっぱりね、後輩であります私から。おお、マジでいただこうかと。ほう、ちょっと気になるな、弦のイケボか。あ、別にヘアハードル上げたわけじゃない。あ、だから力抜こう、力抜こう。うん、はいはい、よし、じゃあやってみますね。はい、それじゃあお願いします。はい、頑張れ俺。すみません、よくわかりません。嫌だな、これすごいダメ出しみたいになっちゃう。いや、そう、声の響きはめっちゃイケボだったんだけどさ、あまりにも申し訳なさすぎて、こっちが申し訳ない。僕らは演技力でも勝負してもいいんじゃないかなと思いまして。いや、でもそうなんだけどさ、はい、そしたらそのこれ以降シリ使いづらくなるんだよ。すみません、よくわかりません。すみません、よくわかりません。じゃあ次の問題見てみましょうか。おかけになった電話番号は現在使われておりません。ゆうきさんもまずやっぱりイケボ、フォルマリン漬けでね、キャーと言わせたあのイケボ。ああ、なるほど、ぜひ。わかりました、やってみます。ではお願いします、はい、おかけになった電話番号は現在フォルマリン漬けされております。きっと二度とかけてこないと。恐ろしすぎでしょ、うん、すごいよね、電話番号ホルマリン漬けってどんな概念。よし、楽しくなってきたぞ。おかけになった電話番号は現在使われておりません。おかけになった電話番号は現在ホルマリン漬けされております。じゃんじゃん行こうぜ。じゃあ次の写真見ていきましょう、はい。針が刺さりますので動かないようにしてください。急に生声入ってきた。急に生声入っちゃうやん。急に、しかも結構うちの近所のクリニックのおばさんに似てたわ。めちゃめちゃ声がびっくりしたわ。本当の看護師さん。本当の看護師さん、ね、どっから持ってきたの。まあでも確かにね、僕もちょっと注射が嫌いな人間ですから、少しでも緊張を和らげてくれると嬉しいな。オッケーです、わかりました。いいですか。はい、お願いします。はい、じゃあ参りますよ。はい、はい、針が刺さりますので動かないようにしてください。採血します。針が刺さってチコッとしますよ。なんでアドリブ。あ、あ、これ採血だったんですね。注射じゃね。別にいいんだよ。おい、別にいいんだよ。別にいいんだよ。もうちょっとこう可愛く油断させて、で、うん、その辺でスンっていけば。でも大人になったらね、はい、そんなことには惑わされませんからね。ずっとこっちに。針が刺さりますので動かないようにしてください。針が刺さりますので動かないようにしてください。採血します。針が刺さってチコッとしますよ。続いての動画はこちらになります。アランバンデレンベアンダランバンデレンバハンマ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 アンダランバハンマカンマ。マジか。ほう、誰だこれ用意したやつ。まず覚えるところから始めない。いや、ここに来てザコシをね出してくるという。わかる、わかりますよ。え、じゃあちょっとやってもらって。いや、本当にちょっと時間かかると思うね。10テイクぐらい撮ることになるかも。ザコシショウイケボか。ザコシショウイケボか、ハンマハンマ。終わりました、わかりました。やりますよ。ごめんね、俺がお笑いを見てるやつで。いや、そんなことないです、そんなことないです。全然ね。いや、これ前代未聞だな。後にも先にもないだろう。よし、力抜いて。はい、ハンマやりました。参ります。
あんまかな。あらまままへぶれんま、あんばらんままままばらんま、はまはまはま、あはまはま、あんばらんば、はまかま。これは説明を求めても大丈夫？次に行ってください。はい。アランバンデレンベアンダランバンデレンバハンマ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 アンダランバハンマカンマハンマアランバンバンバンヘブレンバアンバランバ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 ランバハンマハンマハンマアハンマハンマアンバランバハンマカンマ。次は俺がやりますんで、はい、はい、じゃあちょっと参りましょう。続いてのお題はこちらですね。あのさ、イケボやらせる気ないでしょ。みんな分かった、これあの貸し貸しの競りですね。競りですよね。もうしょうがない、やるしかないな、これは。それではちょっと字幕めっちゃ見るけどいい？え、面白い。あー、サーゴゆうすけさん、終わった。もうちょっと気持ちが入りすぎちゃった。やっぱね、あのイケボイコール紳士ですから、はいはいはい、心は、はい、だからもう誰に対しても丁寧に接しなきゃ、はい、サゴサゴもこんな目移りしちゃダメ、はい、ちゃんと一人一人真摯に目を見て、サゴですね、わかりました、あなたもサゴですね、わかりましたっていう風に、ちょっとオークション会場の映像をちょっとご用意いただければと思いますよ。サゴ。ご注意ください。お前ちょっとイケボのコンセプト忘れてんだろ。いや無理だよ、お前。